何スキャンしてんのこれ。料理に使えるかな。料理に使える系の食べ物なんですかそれは。あっやっべ、これを止めてからの、おら箱何 してたんですかね。え、箱してたんですかね。ん、とりあえずこれどうなってんのこれ。あそこ多分コーナーやな、そこ。あーあー間違えた。あバカタレでしょ。いや F1、 そうハンガリーグランプリ熱かったね昨シーズン。でも俺個人的にはフェラーリ推しみたいなとこもあるけど、最近ちょっとさ、フェラーリちょっとこうフェラーリなんかちょっと待って、これここに出たの、ここのロング出たのやばいな。おっとやったぜ、よく狙ってこい、よく狙えば狙うほどお前ら倒しやすくなる。よし、さて、いやこういうのさ、これ結構タイミング難しいよね。これ遅いんよ、これ遅いんよ、ちょっと タイミング悪い。俺ね、あの昔からはあの大縄跳びとかあんま好きじゃなかったから、これよし、そう大縄跳びとかさ、あれただの音ゲーやん、あんなタイミング合わせるだけの。なんかまあただの音ゲーやんって言いながらできてないんやけど、おもんないよね別に。あれをやって何がおもろいねんっていう話になってくるからね。まあできないんですけどね、 言うといてね、こうやって言うといてもできないんですけど、僕おもんないでしょあの競技。ドアが閉じられてる。はあ、ここか。あー怖いねこれ。うん、今行くよ。応援来るの。ほう、あーバレた、来いよ。フェラーリさ、なんかあのちょっとこう、去年のフェラーリはさ、なんか直線番長が過ぎたんじゃないのって思うんやけど、俺なんか直線以外での弱さ異常じゃないっていう。逃げてないですけど、別に逃げてませんけど。これもうね、ちょっと待って、あのお前ら全員を相手にしてかなあかんから。うわーもう、とりあえず受けだけ全力でやっとこうかな。うわっ、素早いか、いて、ちょっと待って、あのもう包囲殲滅しないで僕を。これどっかでな、決め手を打たんと。よし、よし、はい。あいつら、あの援護射撃してくるあいつらボコさなあかんな、こいつら。よしよしよし、邪魔なやつら潰して。ルクレールよかったね、うん。やっぱルクレールをさ、こうしっかりこう育て、あっ育てられたのはでかいけど、これ回復、あ、いった、ちょっと待って、
気づかれながらコースで落とす。マジか。よし、とりあえずこの波動でひるませるっていう技を使うと美味しいな。遅いか。お前ずっと俺の攻撃食らってるやん。あっ、あっぶねー。この攻撃の回避は若干慣れたかなっていう匂いがあるけど、いや別に逃げてないですけど、いくらでも戦いますけど。ライコネンとルクレール、あ、去年のあれを見てて、そのルクレールは結構好きになったかな。やっぱフェラーリファンとしてはやっぱその今後の活躍。あ、いた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 い、ちょっと待って、死にそうなんですけど僕。おら、死ね。ただあの まだ死にそうになってるっていう。セーブポイント欲しいな僕。見張りなしか。これいけるんすか、ここ。あー、ウーキー。そう、モナコ人っていいよね、うん、あれ、お前まさか。おーい、お前ちょっと待って、僕すごく死にそうなんですけど。あ、お前いきなりや。終わらせないで。おー、びっくりした。こいつ結構足速くない？なんかローグワンに出てきた時結構のろまな感じやったけど、足速いやんこいつ、めちゃくちゃ。ローグワンの時何切り抜いてた？やる気なかった？ローグワンの時お前めっちゃノロ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 歩いてたけど。あのね、ローグワンのあいつ、ちょっと名前ど忘れしたけど、このセキュリティドロイド、ちょっとなんかね、全然名前が出てこないんですけど、はい、あいつめっちゃ良かったよね。こいつがめちゃくちゃいいとこで活躍。ローグワン見てない人は絶対見た方がいいと思うんやけど、やっぱあのね、ディズニーにこうスターウォーズの作成の制作のね、こうあれが移ってから、まあそのディズニーが作ったスターウォーズ映画全部見たけど、そのローグワン、ハンソロ、あとエピソード9、8、7、8、9全部見たけど、やっぱね、ローグワン一番面白かったかな。ローグワン良かったね。ローグワン、エピソード7、ハンソロぐらいの感じかな、順番で言ったら、うん、あのハンソロもまあ結構ね面白かったと思うけど、やっぱローグワンのね、こうあの感じにはねやっぱ勝てへんな。めちゃくちゃ面白いから絶対見てほしい。ローグワンは、ホンダやアストンマーティンが好きなヒイラギさん的にはレッドブルもあり。レッドブルね、昔好きやってんけどね俺。俺は昔は好きやったけど、あいつ突き落とした。やったぜやったぜ。ザコしかいねー、ザコしかいねー。えい、よかった、よかったわ。あいつパージトルーパー一瞬で潰せたのよかったわ。何するんすか。お、ここに電気がいる。ほう、あー、エレベーター的な何かがあるっていう感じやね。おい、あの君めっちゃ近寄ってきたらすごい怖いね。いや、まあホンダ応援したいっていう、生産性のない人間ですねとかいきなり言ってくるのやめて。それは俺にすごく刺さる。それは
俺が生産性がある人間であるかどうかについてすごく疑問があるので、すごく刺さるので、その発言やめてください。後悔することになりますよ。後悔することは人生いっぱいあるわ。でもお前にはその分からんやろな、人生の後悔の味ってもんがよ。てめえには一生分からんやろがい、ドロイドごときが。クソ口悪い、本当に死ね。分かったか、これはな、俺は気持ちで勝ったから、お前に。お前には一生分からんやろ、この人間の感情、心っちゅうもんがよ。その辺ちょっと勉強して出直してきてほしいよ、あいつには。ウェックとかアストンマーティンとか好きだから F1 も応援しちゃうあれウェックな、ウェック全然なんか本当にね、ウェックはマジ見たことないわ。ドロイド風情が生意気ドロイドのくせにさ、ごちゃごちゃ言ってくるよね、今のドロイドヘイトですよ。いやでもドロイドには分からんやろ、だって人生なんてさ。ドロイド差別って、それドロイドに感情なんてないんやから。よっしゃ、よくやったでしょ僕。今のめっちゃ感情こもってて、草、いやもうちょっと気持ちで打ちましたって感じ、気持ちで勝ちましたって感じ。この紐は何でもない、ドロイドは人間ではないから、感情もないし、別にドロイドのことね、わざわざ気使う必要ないから。もしかして中ばっかおったりせんかなって思ってる俺。センシティブか、いやドロイドに感情があるかっていうのはちょっと難しい。アンドロイドってなってくると、まあ話は変わってくるけど、ただのドロイドに感情はあるのかっていう、まあ、とりあえず上上がらせてもらいます。そんでん、これ上上がってよかったのか。あ、なんかめっちゃ敵いますけど、ここ。うわー、うわー、かわいそうにな。入った、弾けんかった。かっこいい、中ばっかドンって言うの、それただの中ばっかやないかい。おい、かっこいい、今のなんかめっちゃかっこいい技出たな、なんか食らいやがれ。はい、うんちタウンの下水、これはちょっとうんちタウンの下水って言ってもいいよね。うんちタウンの下水に突き落として死亡っていう。うわー、死にまくってる。でもこれオーバーチャージしたとこでなんか使い道がよく分からなかったですね。ビーン、アンドロイドに人権は認めん、あいつらは生きていない。そう、生きていて感情があると確認できるかどうかですよね、結局は。うん、生きているっていうのは、まあ、電源が入ってることを生きているとカウントするのかみたいな。ちょっと固まったけど大丈夫これ。あ、これ固まってない。あ、やっぱここで固まったら最悪やと思った。今頼むよ。なんかちょっと重さを感じるな、やっぱり。失礼します。開けない。わざわざここまで来たのに。これがデトロイトビカムヒューマン、デトロイトビカムヒューマンの新作ですね。動かないぞ。ということはこれは下に降りてもしょうがないな。アンドロイドの怒りを買った、あ、怒りを買ったって言われてもね、勝ったって言われてもね、事実、僕はその事実を述べているので、ただ単にね、こう客観的な事実を述べてますから、私は。あ、やっぱなんかエレベーターちょっと固まりがちやな、なんか。ということはですよ、上で戦ってる臭いよな。お、なんか面白いことが明らかになってるぞこれ。
このルートさ、どうやって行くんやこれ。C3PO 口悪いな。どうした。あ、待てよ。ここに電圧をかけろ。これもしかしてさ、こういうこと？こういうことですか、これ。で、うわあ、え、あ、違うのか。違うんですか。ここどうやって突破したもんかね、これ。こここう行ってさ、おー、マジ回転力で死んだー。が無理か。え、俺天才、俺天才の発想やと思ってんけど、これ俺我ながら俺自分のこと天才かなって思ってしまったんやけど、何が違うんすかねこれ。でもさ、ここに新規ルートがあるってことはさ、やっぱ未開拓のルートがあるってことは多分ここ行くしかないと思うよ。俺自分のことめちゃくちゃ天才やと思ってるんですけど、自分のことめちゃくちゃ天才やと思ってるんですけどはちょっとやばいな。それやばいやつやな、ちょっと。あー、わかった。気持ちいいけどバカでしたね僕。あのでお前そこで止めんのもバカや。うん、いや違うな、これ止めんでもええか、止めんでもええか。とりあえずぐるぐるさしとくか、ずっとこれでええわ。これここをこういって、まずでここも駆け抜けて、ではここですよね。ここを登って、いやーちょっとごめんな、ソーゲレラさん、俺ちょっと自分にうぬぼれてたらなんか大変なことになったんで、とりあえずこのまま登っていけばいい。なんか中に運気いっぱいいるんですけど、君たち全員解放してあげたいけど、そんな余裕はないので、全員解放しろってか。ここ開けるか。とりあえずウーキーを全員解放することが目的なんで。あーっと、お前なんや大事なのは。いった、そうか、やってみろ。じゃあ捕まってないよー。いた、あ、うわ、窓から猿がよじ登ってるじゃねえよ。お前らを救うために俺わざわざ来てんのにさ。いって、あ、お前、うん、その強攻撃、このね、このセキュリティドロイドね、結構強攻撃すごい打ってくるからだるい、だるいなこいつ。あ、いった、外傷を与えられてる、十分。ちょっと待って、こいつうざいな。で、よろけさして、いいです、別に終わり予測しないで。とりあえず生産性のない人間ですねって言わないから、お前は性格は悪くないな、そんなに。ちょっとあのジャンプでなんかちょっと取るに足らない相手です。あーそう、あー違う、あ、痛いよー。そうか、俺を罵ってくれ。想定外の動き、死ぬほど見てる。さっきから二流の時代、お前一流の時代知ってんのか。逆に一流の時代も知らんと、お前二流もクソもあるかよ。お前そらお前あれやぞ、あ、いらんこと言いそうになった。今すごいいらんこと言いそうになったから、ちょっと頑張って踏みとどまったよ今。危なかった危なかった、めちゃめちゃいらんこと言うとこやった今。よし、とりあえずウーキー全員解放して、
セキュリティドロイドね、いや違うよ、俺セキュリティドロイド大好きやで、言っとくけど、あのね本当にスターウォーズちょっとなんか見たことあるかどうか知らんけど、その勝手にねこうあれスターウォーズ興味ない人がその見たところで面白くないかもしれんけど、ただやっぱねあのローグワン見るとね、まあ、あのセキュリティドロイド大好きになるから、絶対絶対嫌いにならないんで、それはむしろ好きになるから、間違いなくそれはあるんやけど、ただやっぱりこういかんせんこのゲームの、 あの対戦相手ってなってくるとね、やっぱこのセキュリティドロイド結構だるいな、だるいなっていう、そういう話になってくるよ。あっち側に、あー危ない危ない危ない、落下死するとこやった。いやー危ないっすね、こういうちょっと今日はねそういう不注意さがすごく出てるからね、うん、ちょっと集中していかなあかんから。開けてください。うわー、いや外って綺麗やな、帝国の中のこのあの感じすごい好きやけど、この自然がさすごい豊かでやっぱすごい綺麗やね、自然って素晴らしいなって思いますけど、だこの世界の動物どもはちょっと邪魔なんで、邪魔しないでほしいなっていう、俺の崇高なあのこの世界を救うためにね、僕は崇高な活動をしてますんで、ちょっと動物ごときがね俺の行動を邪魔してんじゃねえっていう気持ちになってきますけど。ええ何、あこいつ死ぬ時になんか謎の攻撃を走ってくるみたいな、そういう話ですかこれは。うわー、さあでもね全体的にこうなんていうの、やっぱ俺がローグワン好きっていうのもあるけど、まあ、ローグワンと時期的に近くて、でこうそれですごいこうなんか好きな感じの、まあ、ソーゲレラとかもローグワンに出てきて、でもローグワン出てきた時のソーゲレラってだいぶ衰えてたっていうか、もうその第一線から離れてたから、そういうこうなんか映画とかでこう出てきてない部分をこう埋めるような感じでこう今作作られてるなって思うから、すごいそこがねよくできてるし面白いよね。大丈夫ですか？このまままっすぐ行きゃいいんかな？あっこはさっき戦ったとこやからね、多分。うわー、あっ！あっ！これ結構だるいことになってないこれ。戻るための努力をしてみようか。これどうするんやこれ。一回落ちてみる？あ、一回落ちたらこうなんのか。前のセーブポイントからやり直すみたいなさ、そういうことないよね多分。ここ落ちたのすごくバカなんじゃないかな。あ、なんか撃ってきよったなあいつら。うわー、まあいっか、とりあえず行って、屋上でに層にあの層に会うためにはさ、よし、はい、サクサクよ、サクサクなんですけど、屋上で層に会うための最短経路ってさ、あーまあ行くかとりあえず、とりあえず行ってここ進んでいきます。でさっきのとこ戻ってきてー、バカタレー、危ねー、戻ってきます。でここ右折、ここ右折して、いつまでブラスター空打ちすればいいの？それは、まあ、これ終わるまでですね。で、さっきのとこ戻ってくる。ここ来る。
ここをあのここをさあーあーあーあのこれ乗ってほしいんです。でふうふなんかもうねわーからあの方向感覚めちゃくちゃになってくるねこのゲーム。あなんかよくわからんけどすごいすごいめんどくさい動物がいたような気がする今。なんかわからんけどちょっとだるそうなのがいたんで、まあね、あのこの世界動物が一番怖いんでやっぱり。ん？さっき通ったとこではこれもうわからないっていうね。もうわかんないっす。これジャングルとかでねよくねもうみんな道に迷うのよ。それなんでかっていうと目印がないからずっと同じとこぐるぐるしちゃうっていうことがあるのよね。そう、俺はインパール作戦なんか調べた時にまあ出てくるんですけど、だからずーっと同じとこぐる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 し続けちゃうっていうね。まあ森の中は探せない。そうのもとに行こう。さてここ走っちゃっていいのか。こっち特にルートなのな。あっこなんかセーブポイントあるな。だから、まあ、ジャングルとかね、あと雪の中とかね、南極の探査に行った探検隊がね、その、まあ、ずっと同じとこぐるぐるしちゃうみたいなことはよく言われてますんで、本当にもしねこうそういう目印のないとこ歩くときに本当に方位磁石が役に立つっていう、まあ、そういうことです。つまりそういうことです。さあ問題のポイントにやってきましたけど、うわーだっよし、はあ、ここ来なくてよかったんじゃないの。さてはここ壁走りする必要なかったのでは。うわーあっここ来る必要なかった説ない？これさてはここに来る必要なかったっていう可能性が、今明らかになりました私。はい、多分ねあのエレベーターの電源はね大丈夫。あれはあ大丈夫っていうか多分現地行ったらねあると思う。うん、あると思うんで。よくわかったなこれ。めっちゃ盛大に遠回りしたし、お前分かってたんやったら言えよって話なんやけど、こいつこういうとこでちょっと性格悪いんで。あ固まってね。あ危ねえ危ねえ、マジ固まらんといてくれ。固まらんといてくれって言うとなんか船でね、2つの船をこう合体させたみたいな形の船のことをカタマランって言うんですよね。あれでカタマランといてくれって言ってる時に毎回そのカタマランを思い出します。とりあえずなんか盛大な遠回りをさせられてた。カタマラン知らんのかい。カタマランとトリマランぐらいは一般知識やぞ。よし、いやでもね俺はとりあえずまたしょうもないリスナーに詐欺罪をね、詐欺を食らったので、俺がねいかんでもいいとこ行ってることに気づいてたくせに何も言わんっていうこの邪悪さ。カタマラではないです。ちょっと、カタマラって何？そもそもマラが片方だけになることある？カタってだってじゃあ両マラもあるって話になってくるじゃんこれ。
君の相手本当にしたくないわ。とりあえず波動砲撃って、波動砲撃ってご利用して、ちょっとずっとずっとぐるぐるしてる同じとこ。ネタバレ防止よ。ネタバレ防止ってお前。いや違う、俺がさ遠回りしてる時ぐらいさ言ってくれてええやん。それそこを何も言わずに遠回りさせるっていう性格悪いわ。マジでマジで性格悪いわ。もうなんかちょっともうちょっと優しいリスナーに囲まれて楽しくやりたいんやけどな。なんかみんなで楽しくキャッキャウフフしたいよ俺は。なのにね、こうリスナーが性格悪いせいではめられてるっていうね、これですよ。なんか塊度すごくない今日。固まるな、頼む頼む、よし、はあ、マジでどっかでセーブせな。マジで落ちたときつらいぞ。ここまで優しいリスナーです。優しいリスナー一人もおらんけどな、残念ながら。あれで結局戻ってきちゃってんのかこれ。あれこれあれ、あこれどうにもならんのか結局。あれじゃあどうしたらいいんやこれ。なんか未開拓のルート見つかってんな。後ろかこれ、こっちやな。なんかどうせ BD1 の力でなんかどうにかなるやろって思ったけど、どうにもならなかったですねこれ。これ仲良くしたいと話す配信者リスナーの性格が悪い。いやだからさ性格悪いリスナーやったらさ、こっちもそりゃ性格悪いって言わざるを得なくなるでしょ。最初から性格が良かったらさ、こっちもごちゃごちゃ言わんで済むんよ。そこなんよね俺が言いたいのはね。普段からこう普段の行いがね、ここに高圧電流がいい、良くないんじゃないのっていう。これでエレベーター動くようになって、ちょっとセーブしようかとりあえず。あのなんかね固まりまくってる。ちょっと今日カクカクするタイミングがちょっと多いこと考えるとね、これ一回セーブしといた方が悲劇を回避できる可能性が高いので。まあでもね、でも僕あの本当にあの皆さんのこと大好きなんで、あの本当にいろいろ言ってますけどね、言うてますけど、リスナーの皆さん大好きなんで、もう大好きチュッチュって感じなんでね。そこはね、そうそう、いろいろ言ってきたけど、全部愛やから、それは。愛なんで。ちょっと待って、なんか、湧いた瞬間に、おい、お前、強攻撃打ってくんな、お前。とりあえずこの昼間瀬からのこの連続コンボ、あーもうお前ら一旦黙っとけ、お前も黙っとけ。胃液を吐きましたってゲロやねえかそれは。ターゲットに合わせろっていうか、一体お前セキュリティドロイド、お前声男やんそれ。ちょっとトルーパー先に倒した方がいい気がするなこれ。うわー、全員昇進が決まった。そう、まあそらジェダイ倒せば昇進するやろな。あこれはね、今回もこれは死んだわ多分。あ今回死んだわ。マジでこの状況で ATST も出てくんのかよ。で上上がって、でもちょっと電撃戦や、もうやるべきは、やるべきことは電撃戦なんで、ここでこいつらをまず吹き飛ばして、まあボコすと。でちょっと待って、俺分かった、さっきから俺のコントローラー使い心地おかしいなと思ってたんやけど、
間違えた、あの設定間違えたわ。訓練にない相手でしょうよそら。うわ、いって、終わらせないで、終わらせないで、あの終わらせない、終わらせない、あのこいつらをまず潰して、まあ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 こいつを潰すのはいいんですけど、よしよし、とりあえずこの波動拳でとりあえず、あ、いって、痛いね君たち。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、 ATST こんなとこに来ないで、まあ、とりあえずさ、うわー、なんかこう両手、なんか両手広げながら追っかけてくるのちょっと可愛いなお前。あ、いって、痛い。とりあえずさ、まあ、回復アイテムを使うことなくその行きたいよね、行って。とりあえず回復アイテム使わずにセキュリティドロイドまでは耐えたい。危ない、ちょっとちょっと、もうむちゃくちゃや、むちゃくちゃや、こんなこんなむちゃくちゃや、ちょ、これこれ回復打つか、これこれ難しいな、これすごい面倒、面倒なことになっとる。とりあえずこいつ潰して、そう、まずね、まず潰すところからや。よしよしよし、これでこれでだいぶ進捗が生まれた。 まずあいつをセキュリティドロイドを潰すところから始めなあかん。ちょっと待って、これジャンプして回避すると結構かっこいい技するね。かっこいい技とか言ってる場合じゃないんですけど、とりあえずちょっとあの懐に入ってね、切りつけるっていう技が一番使えるところではあるから、 ATST は懐に入るしかない、なんとかして。まあやつも懐に入るのを避けよう、かわそうとはしてるけど、ちょっと待ってよ、とりあえずブラスターを回避し続けて、よし、チャンスある、チャンスある、今がチャンス、よっしゃー、ふぅ、あぶねー、いやー、何これラストバトルむちゃくちゃやこんなん、全部出てきたよ敵、なんかあらゆる敵全部出てきた。あ、これはね、それはもう大歓声よ。実質俺の力で勝ったみたいなとこあるから。聞いてくれ、長く苦しい年月だった、帝国に同志も友人も家族も奪われた暗黒の日々、だが日は消えていない、希望は消えていない、ジェダイまだ滅びていない、ソーゲレラこの時めっちゃええやつやん、まだ終わっていない、あー慕われてたのがわかるよね。まだ、まあまあソーゲレラ、まあ好戦的すぎてちょっと嫌われてたって話もあるけど、アリス・ヒのソーゲレラがいかに有能、有能というかすごい人やったかという話やね。同じことが銀河中で繰り返されている。パルチザンはジェダイを歓迎する。ありがとう、でもまだ終わっていない務めがあるんだ。
だから。その後でいい。待っているぞ。ソーゲレラ楽しみやな。この後も出てくんのかな、ソーゲレラ。ああ、すまない、喋れないんだ。ソイシックはあなたのためにターフルを探すのを手伝うと言ってるわ。マジで？無事だと信じるのよカル。また連絡をするわ。大義のため。何言ってるか全然わかんないっていう。ターフルの部下だったの。作戦中に捕まったわ。救出のために犠牲は取れなかった。それで生成所に囚われてた。通訳がいるやん。彼と会話するために。チョイシックが手を貸すわ。ターフルを探すのは大変そうだけど。チョイシックと手を組んだ場合、通訳が必要になるんですけど。そんなことはなく、ここですか。ん？てかセーブポイントないんかな。ここじゃないのか、これ未探索のルート。そうはどんな手もためらわないようだ。確かに彼はすごいなんかね、どんな言語やねんっていう。自分の命を捨ててもか。逆にこのウーキーの言葉のなんかあれよね、そのためよ。ちゃんとさ、私たちは分かり合えるわ、無事でね。ただ言語としてなんかあれよね、喋り方なりさ、そんな設定があると思う。セーブポイントある、あるんや。ちょっとソーゲレラと話す。人々を救いたい、その思いが戦う原動力になる。死や悲劇が失うことを恐れない。それどうなの、失うことを恐れぬ兵士いいのそれ。それなんか、え、失うことがない兵士が生まれることを肯定しちゃっていいんですか、ソーゲレラさん。俺はどうかと思うけどな。やっぱね、なんか家族ぶっ殺されたからなんか失うものがありませんみたいなさ、そんな奴らを戦力として戦っていいのっていう話がある。いや、それは初めから戦いがない世界の方がいいんじゃねえのっていう話やと思うんですけど。機動戦士ガンダム MS イグルにね、ホワイトオーガーって敵がいましたけど、なんかカメラがおかしなことになってる気がするんですけど、あれあれ、操作がね、なんか操作がカメラしか動かせなくなってるんですけど。あー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 、やべ、固まったかと思った。終わった。いつもお前は前向きだな。お、いや危なかったよ今、マジで危なかった今、ハメ入るかと思ったわ。それでここが通れるようになるということですね。でもこれはメインミッション的に多分帰っていいから、帰りますか。やっぱなんかカクつきすごいな今日。さて、ただいまー。よしよ。カル、無事に戻ってよかった。マリコさんから連絡が。え？早くね？危険にさらされて何もなし。最高じゃないか。成果はある。マリとチョイシックは助けた。前向きでいいわね、うん、希望が必要な時もあるから、うん、おい俺も前向きだぞ。前向きだからこそ危険は避けることにしてる。なんか後からさ、一通り終わってから後からさ、成果がなかっただのどうこうごちゃごちゃ言うやつ、前向きか、はい、すげえ後ろ向きな気がしますけどね。行くなら教えてくれ。はいはいはい。なんかジャンプして回避するみたいなさ、なんかあれ結構
かっこいいモーションが一回出た気がするんやけど、とりあえず一回ライトセーバーちょっといじってからセーブしようかな。ライトセーバー触りてー。なんか新しいもんあるかな。まあこの辺は変化なし。あれ特に何も拾ってなかったっけ。まあそんなもんですね。まあ、ライトセーバーは特に変化なしと。さあでセーブして、でまあ今日はこんなもんで終わりにしようかな。うん、なんかね今日の序盤おかしかったよね。おかしかったっていうか今日の序盤明らかに俺死にすぎじゃない、しょうもないとこで。オーダーメイドライトセーバー買って一日中いじって、そう、うん、それはマジであるよね。一日中振り回すよそら、うん、暇さえあれば振り回すと思う、うん、だって眺めてたいしね。なんか俺前も何度か言ってるけど、インスタグラムで俺あのライトセーバーをなんかこう電子工作とかが得意な人で、それでなんかインスタグラムでライトセーバー作ってる人いるんやけど、ああいうのすごい好きだからね。